今、緊急で動画を撮っております。この度ですね。このエルデンリングにおいてですね。とあるニュースがございます。そのニュースとは、最新アプデが配信された。アセヒト諸君は言うだろう。トマトちゃん、マジッピ。と。マジッピ。そう、2023年7月27日。このエルデンリングにおいて、アップデート 1.10 が配信されたのだ。前回のアプデが4月18日であったので、約3ヶ月ぶり。そう、めっちゃ久々なのである。さて、ここで気になるのが、アップデートの内容である。内容の詳細については、公式ホームページをご覧いただければと思うが、今回は、その中でも割と影響の大きそうな事項について、実際に検証しながら確かめてみたいと思う。まず、こちらの修正内容。地名の一撃の威力を情報修正。地名の一撃が空振りした際の硬直を短縮。地名の一撃を空振りした攻撃について、ヒットした場合に敵がひるみやすくなるように調整。は？この修正、地味にでかくないか。地名の攻撃といえば、敵がひるんだ際に、攻撃することで、大ダメージを与えられるものであり、戦況を大きく左右する要素であると言っても過言ではない。その重要な要素が、ここに来て修正された、だと。いや、まだわからない。修正されたと言っても、ほんの少しだけかもしれない。実際に、調べてみよう。まずは、修正前。この兵士にバックスタブを決めてみる。ダメージは、1596。続いて、修正後。は？1835。約 1.15 倍。15% アップ？いや、さすがに大きすぎる。次は素手で試してみよう。修正前は、16。修正後は、20。1.25 倍。もっとやばい。他のパターンでも試してみよう。巨人を眠らせて、致命攻撃を入れてみる。バックスタブではものすごいことになったが、他の致命攻撃でも同様の結果が出るのだろうか。雑魚は丁寧に処理しておかねば、巨人が起きてしまう。よし、行くぞ。とりあえず、修正前の値を見てみる。1511。続いて、修正後。2001。1.32 倍。やべえ。めっちゃ強化されとる。ということで、分かったこととしては、致命攻撃めっちゃ強化されとる。数パーセントとか可愛い数字ではなく、がっつり強化されている。難易度が一気に変わったと言ってもいいレベルだ。しかし、よくよく考えてみると、このゲーム、修正が入る前は、敵がひるんだ際、致命の攻撃を入れるよりも、通常攻撃を数発入れる方がダメージが入っていた。なので、致命攻撃は割と罠扱いされていたように思う。今回の修正により、
その点が解消されたと言ってもいいのかもしれない。アセスト諸君は言うだろう、致命攻撃の威力以外の修正はどんな感じだっぴと。わからん。そう、致命攻撃に関しては他にもいくつか修正点があるようだが、なんかいろいろと検証が面倒そうなのと、ここに書かれているようなケースは割とレアであり、実際のプレイではあまり関係がなさそうなので、省略。対人戦とかでは結構ありそうではあるが、トマトちゃんは対人勢ではないので、この辺は各自で確かめていただきたい。マジで。さて、続いての修正は、こちら。特定の戦技やアイテムの効果中において、一部の魔術や祈祷で敵にダメージを与えることができない不具合の修正。である。こちらについては、実際にご覧いただこう。敵に対し、祈祷狂い火を当てると。このように、ダメージを与えることができる。当たり前だ。しかし、クラゲの盾の戦技を使用し、狂い火を行うと、効かねえ。そう、このアプデがある前は、なぜか、戦技伝染する怒りを行っている間、狂い火をはじめとする、一部の祈祷や魔術において、ダメージが一切与えられなくなるというバグがあったのだ。伝染する怒りは、あらゆる攻撃にバフをつけられるので、重宝する戦技であるだけに、このバグは痛い。なので、修正を要望する声が多くあったのだろう。修正後は、こんな感じだ。がっつり入る。いや、これが当たり前であるのだが、これまで入らなかったものが入ると、なんか、嬉しい。また、以前トマトちゃんが紹介したこちらのバグも、今回のアプデで修正されたらしい。戦技成立型の武器にも適用されるという、なかなかトリッキーなバグであったので、これは修正されても仕方がない。ビジュアル的には超面白かったので、気になる方は、過去の動画をご覧いただくが良いだろう。そして、こちらの修正内容も気になったものの一つだ。特定の武器種による強靭度が上乗せされる攻撃中において、敵の攻撃を受けた際に敵への攻撃方向がずれがたくなるようにプレイヤーのダメージモーションを強制。なげー。なんかよく考えながら読まないと意味がわからないのだが、多分、戦技踏み込みとかを行った際、攻撃方向がずれないようになったのだろう。しかし、これについても一応検証してみたのだが、修正前と修正後で、いまいち変化が確認できなかった。使いどころによっては変化するのかもしれないが、劇的に変化しているようには思えなかった。マジで。とりあえず、今回のアプデによる修正内容については、こんな感じであった。他の修正内容については、対人専用のバランス調整なので、対人勢のアセストは、各自で確認いただくのが良いだろう。このエルデンリング、アーマードコア新作の発売まで1ヶ月を切る中で、絶妙なバランス調整や修正が行われた。これはまさしく、DLC が来る日も近い。というサインであることに違いないだろう。トマトちゃんを含め、アーマードコア新作を楽しみにしているアセヒトも、少なくはないと思うが、エルデンリングのことも、気にかけてあげるが良いだろう。エルデンリングは、この世の全てであるのだから。ご視聴いただきありがとうございました。エルデンリングはまだまだ成長していく。